ですけども、僕は京都大学の森谷と申します。今日は研究ゲノム、研究ゲノムネットの利用法ということで、紹介していきたいと思います。で今日は、ブラウザを使った、利用法ですので、ポチポチ押してってもらうんですけど、ついてこれないことがあるかと思いますので、先ほどから出ているこの、ホームページのここに、スライドが寄せているので、これで追っていただければと思います。あと今日渡した資料の方は、簡単な紹介になってますので、多分こちらの方が今日は分かりやすいと思います。で内容ですけども、今日は、まず最初に、ケークドゲノムネットの、概要をお話しします。で、その次に、中身のデータベースを、3つに分けて紹介したいと思います。で、まず、ゲノムネットにアクセスしていただきます。先ほどのここの、クリックでも、行くことができます。でこれが、ケークゲノムネットの、ホームページです。トップページです。でゲノムネットというのは、ゲノム情報をもとにした、生物研究を促進するためのインターネットサービスを提供している、ものです。ケグを主体とした、データベース部分と、あとは、それこれらのデータを解析するための計算ツールが、ここにあります。で先ほど、紹介したブラストやファスタ、マフトなども、ここで、提供されています。サービスが提供されています。ではこのケグというところをクリックしてみてください。でケグというのは何かというと、書かれているように、ゲノムや分子レベルの情報から、細胞、個体、エコシステムといった、生命システムレベルの、機能を理解するためのデータリソースです。簡単に言えば、遺伝子や化合物などの、分子部品のデータベースと、それらをつなぐネットワークのデータベースからなっています。ケグではこれらのデータベースをこの3つのタイプに分類していて、1つは、ゲノム情報、これは、遺伝子やタンパク質などの配列データの情報です。で、ケミカル情報というのは、分子間の、化合物や、反応の、情報です。で、それをつなぐシステム情報というのは、分子間の相互作用ネットワークや、その他、分子などの機能の、分類が、含まれています。でこれらのデータを、リンクしていくことで、線引き検証をコンピューターで再構築するということを目的に KEG はデータベースを構築しています。でまた、ユーザーの持っているデータなどを KEG に登録されていないデータなどに対しても KEG、を利用できるために、このようなさまざまなツールが用意されています。ではこの KEG にのところをクリックしてください。これが、ケグの目次で、システム、ゲノム、ケミカルの、カテゴリーになっています。でこれは中身が、このエントリーポイントになっていて、上から、パスウェイというのは、ケグの代表的な、パスウェイネットワークですね、ネットワーク図を可視化した、マップなどが生まれているデータベースです。で次のブライトというのは、遺伝子や化合物とか病気とか薬などをこれまでに得られている専門的な知識をもとに、用語を使って階層的に分類したデータベースになっています。その次のモジュールっていうのは、このパスウェイのネットワークから、人間が理解しやすい機能単位を抜き出して集めたデータベースです。でシステム情報には他にも、今回は詳しく話しませんが、ディジーズやドラッグ、などの、疾患や、人の疾患や医薬品、あと生薬とか漢方といったデータベースも、含まれています。で次のゲノム情報では、オーソロジーというのは、複数の、生物間で同じ機能を持つようなオーソロ遺伝子というのを分類したデータベースで、でこのケグではこのオーソロデータを使って遺伝子と対象ネットワークをリンクしたり、また遺伝子と反応をリンクしたりしています。で次のジーンズゲノム、オーガニズムというのもそのままの意味で、遺伝子やゲノムのデータベースです。で 3つ目のケミカル情報には、生物に関連した化合物や、動作を集めた、コンパウンドデータベース、ヤグリカンデータベースの他には、化合物の代謝反応に関するデータを集めた、リアクションなどがあります。
次にこの Search and Compute というところになっているトルが、それぞれのカテゴリーに関連したトルになっています。これら全てを詳しく見ていく時間はないので、本日はこの代表的なものをいくつか選んで抜粋して解説、説明したいと思います。まずこの、ケークジーンズというところをクリックしてみてください。まずゲノム情報についてお話します。ケークジーンズは、遺伝子タンパク質配列を集めたデータベースになっています。でその中にはサブカテゴリーがあって、ジーンズっていうのはコンプリートゲノムを集めているに対して、D ジーンズっていうのはドラフトゲノムを集めています。でこのページはここは、どっちもコンプリートゲノムになっているんですけども、どちらのジーンズと D ジーンズどちらの、データベースに登録されるかっていうのは、どの程度配列データが生成されているかっていうことによっています。で KEG では、シーケンスはしていないので、他の配列データベースから配列を取ってきて集めているんですけども、主に NCBI の RefSeq に入っている場合にはジーンズに、でそれ以外のデータベースで公開されている真核生物を D ジーンズに登録している場合が多いです。次の E ジーンズっていうのは EST エクスプレスシーケンスタグから制作した配列データですけども、特に植物のようなゲノムサイズが大きくてシーケンスのしにくい生物種をターゲットにしたデータベースです。ただ最近は植物のコンプリートゲノムやドラフトゲノムも増えてきたことなので、今後はこの E ジーンズというのはなくなっていく可能性が高いです。次の M ジーンズというのはメタゲノムのサンプルを集めたデータベースです。今のところ人の腸内細菌のメタゲノムや口腔内のメタゲノムなど人に関するものが多いですけども、今後は土壌とか海洋のメタゲノム、環境メタゲノムっていうのも増やしていく予定です。最後の V ジーンズというのは最近更新されてませんけど、ウイルスゲノムのデータベースです。で次にこのコンプリートゲノムっていうところをクリックしてみてください。これがケークジーンズに登録されている生物種の、リストにあります。ゲノムの配列の決定したほぼ全ての生物が含まれています。今現在は真核生物が200種、バクテリアが2500種で、アーケアが160種とで、全部で大体2900弱の生物種が登録されています。で右目のこのドラフト EST メタっていうのはさっきの D ジーンズ、E ジーンズ、M ジーンズのリストで、D ジーンズには、ジーンズには入っていないような系統の真核生物種が、18種今は入っています。次の E ジーンズっていうのは、植物をメインに、D ジーンズは E ジーンズに入っていない、真核動物なども含めて、約100種入っています。 M ジーンズには、人に関するものを中心に約700のサンプルが入っています。で最後のこのパンっていうのは、パンゲノムのことで、同じ生物種でも、別系統の株では違う遺伝子セットを持っていたりするの でそれを集めて、人の種の、持ち得る遺伝子セットとしたものです。例えば、大腸菌の、実験株の K12 と、病原性株の、事故ならでは、違う遺伝子を持ってますので、その遺伝子をひっくるめて、大腸菌の遺伝子セットとするものなんですけども、今ケークではまだあまり開発が進んでないので、今回はこれ以上説明はしません。で、ケークでは、あとこの3文字から4文字になるの、生物種コードっていうのを各生物種につけていて、今後今回の実習ではこの生物コードというのがたまたま度々出てくるので、こういうものがあるんだということを覚えていてください。人がこの HSA であるとかそういうことは一応覚えなくても大丈夫です。ではこの HSA というところをクリックしてみてください。このページは、ゲノムデータのエントリーです。生物種の情報とか、メタゲノムの場合はメタゲノムの場合は、サンプルの情報などが、記載されています。ゲノムやメタゲノムはこの T 番号というので、ケーグ内で ID になっています。ケーグのデータベースではこのように、エントリーの ID がアルファベットと、5つの数字で広めるのが多いです。
で、この T010001 っていうのが人のケグ内での ID になります。で、このページには、生物の系統の情報やゲノム論文などの、リファレンスの情報などが記載されています。で、この中で大事なのはこのアノテーションっていうところで、ケグでは、各遺伝子をケグオーソロジーというオーソログループにアサインすることで、独自に機能注釈を、追加しているんですけども、このケグオーソロジーについては後で説明しますけども、この機能アノテーションというのは、まず配列類型ごとに、自動で付けられて、その後に、手作業によるチェックが行われて、手作業の作業を推奨するという流れなんですけども、その作業の進み具合がこのアノテーションに書かれています。で、マニュアルの場合には、手作業でのアノテーション作業が終了しているということなんですけども、この他には、コアラというのとカースという状態があります。どちらも、自動アノテーションで、自動アノテーションのツールの名前なんですけども、ブラストの、リーセスコアを用いたものがこのカースで、SRCのスミスオータマンスコアを用いたものが、コアラになります。で、スミスオータマンスコアの方が、先ほどの話になったように精度がいいんですけども、スミスオータマンスコアの計算というのは、非常に時間がかかるということなので、リソースコクードで、D ジーンズや E ジーンズや M ジーンズなどは今はカースで、計算やカースを使って自動アノテーションを行っていて、その後の手作業のアノテーションというのは、行っていません。利用する側は、この遺伝子の自動アノテーションが今、手作業で済んだものなのかを自動で付けただけのものなのかということを少し気にかけておけばいいと思います。2ページほど、戻っていただいて、これは、ここに、検索ボックスがあるんですけども、ここで、遺伝子のキーワード検索ができます。で、上の方は、ジーンズ全体からで、下の方は、生物種単位で生物種を絞って検索することができます。で、あと BFIND と BGET というモードが2つあるんですけども、この BGET っていうのは、ケグの中でのエントリー名を知っている場合にエントリー名で、探してくるっていうモードなので、そういう場合は、一般的にはあまりないと思うので、今回は BFIND でやっています。で、下の生物種の場合にはここに生物種コード、先ほど言った生物種コードっていうのが必要なんですけども、こんなの覚えてる人もいないと思うので、このオーガニズムっていうところをクリックしてみてください。で、そうすると、ポップアップウィンドウが開きますの で、 で、この例えばここにドッグとか、進化生物の場合はこういう一般名でも大丈夫ですけど、こういうものを入れてもらえると下に候補が表示されるので、これを選んで、セレクトを押してやると、先ほどのこのボックスに反映されます。あとキーワードを入れて検索してもらえればいいです。で、今日は好きなキーワード入れてもらえてもいいんですけども、とりあえずスライドではこの RNA ポリメラーゼという単語を入れて、検索してみます。で、Go を押すと、犬の遺伝子で、この RNA ポリメラーゼという単語が含まれている、遺伝子が、表示されます。で、例えばこの一番上の遺伝子を、クリックで選択してやると、これが、ケグジーンズの、エントリーになります。エントリーには、遺伝子名や、配列情報の他には、モチーフとか、または、他のデータベースへの NCBI、Gene ID とか、アンサンブルとか N プロトとかなどの他の配列データベースへのリンクなどが記載されています。で、アミノ酸のここですけど、この DB サーチっていうところを押してもらえると、ブラストやファスタなどの検索が、ケグジーンズに対して行います。先ほどの、ノンリアナとアミノアシッドとかスイスプロとインプロとかこういうのはどこでもやってきますけど、ケグジーンズにできるのはあんまりないと思うので、ケグジーンズを利用しちゃえばここを使ってもらえばいいと思います。で、ケグではこのような、配列データというのを、ジーンズ、D ジーンズ、E ジーンズを合わせた、約3000種を超える生物質 と、メタゲノムは700サンプルを集めてきていて、全部で大体配列は1億配列を超えて、いるんですけども、
まあ、ただ集めただけでは、解析するっていうのは、なかなか難しいので、遺伝子を機能ごとに分類したオーソルグデータベース、ケグオーソロジーというのを作っています。みんな KO と言うんですけど、あのオーソロジーと書かれた部分が、その KO で、この遺伝子が、分類されているオーソルグループです。で、ケグデータベース内では、これが、機能アノテーションということになっています。またその上、一つ上のデフィニッションというところにも、似たような機能に関する記述が入っていますけれども、こっちは配列データを取ってきた元のサイトで付けられていた記述になります。なので傾向内ではこっちが、機能アノテーションということになります。で、傾向で行っている、それの分類とは何かという話ですけど、午前中に説明があったので繰り返しになりますけども、オーソログ遺伝子というのは、生物種の分岐によって生じた生物種間で対応する遺伝子です。で、相当性、配列相当性を持っていて、かつ、同一の、生物学的機能を持っていると考えられる遺伝子です。で、新しい配列が集結されたときは、この、オーソログ遺伝子を見せることが機能アノテーションをするための近道になります。で、このようなオーソログ遺伝子を集めて分類しているのが傾向装置 KO になります。で、この K番号をちょっとクリックしてもらいます。これが、KO エントリーの例になります。KO には、K 番号の ID が振られています。で、この KO、この機能を持った列が遺伝子というのはこのジーンズ行に入っています。で、アザーディービントには、コグとか GO といった、他で作成している、オーソログデータベースやオントロジーなどに入っております。で、最初の図で示した、ケグの3つのタイプのデータベースというのは、その多くはこの KO というのを介してつながっているので、このケグを理解する上では、とても重要なポジションであることを覚えておいてください。で、ケグの外部の配列データ、例えば、ユーザーが新たに、シーケンスした配列データには、KO というのは当然ついていないので、そのままではケグのシステムが利用することができません。で、そのためには、KO をアサインするシステムというのが、ケグには用意されています。で、このケングっていうロゴをちょっとクリックしてもらうと、このロゴからやったところでも、ケグの目次のページに戻ることができます。で、このケグの目次のページで、このカースというところですね、ここをクリックしてみてください。一つの遺伝子に、KO をつける場合は、ブラスハゲで、ケグジーンズから似ている配列を探し出すというのも良いんですけども、たくさんの配列を1個ずつ見ていくのが大変なので、このカースというシステムが用意されています。で、入力データというのは、一応大規模にシークエンスされた大規模シーケンスによって得られた生物種のアミノ酸配列や塩基配列になっています。で、出てくる中で出てくる結果というのは、配列名と KO の対応表と、その KO を介して付けられる、パセマップやプライト配送分類になります。基本的にこのカースも配列類性をもとに KO をアノテーションするんですけども、例えば図のように、この生物 A と生物 B に、いろんなたくさんの複数のパラログがある場合には、どの遺伝子とどの遺伝子が、本当のオーソログ遺伝子かというのが分かりにくいということです。例えば類性に差が出ない場合とか、時には類性が逆転しまうという場合も、たまに存在するので、そのオーソログ遺伝子を、同定することは難しくなっています。そこで、この生物種間で比較して、一番似ている遺伝子っていうのを取ってくるベストヒットという考えですね。これをまた両方の生物から見て、もう一番似ているという双方向ベストヒットという考えを導入していて、これをさまざまな生物種間との間で探すことによって、その KO のアノテーションの精度を高めています。で実際に、やってみるんですけど、そのために、入力データが、コンプリートゲノムの遺伝子である、あと、ある程度漏らせがある場合は、双方向ベストヒットを用いたものをどう使って、逆に言うと、部分的に配列だったり、例えばメタゲノムだとの、複数の生物が混ざっている場合には、この双方向ベストっていうのはあまり意味がないので、片方向ベストを用いた、ものをどう使うのが良いということになります。この、カースジョブリクエストとをクリックしてもらってください。
で、この入力フォームが、開くので、今回は、時間がかかるので実際にはありませんけども、まずは問い合わせ配列フォーマリスファスタ形式で入力します。もしくは配列のアップロードをします。電気配列でも、計算は可能なんですけども、まあ、ブラスト X とか T ブラスト N を使うために、まあ、ブラスト P を使う場合、アミノ酸配列の場合の、まあ、6倍時間かかるので、まあ、可能ならアミノ酸配列は望ましいです。でこの配列なんですけど、この取り合わせ配列なんですけど、これは、遺伝子領域になっていることが基本です。でなので、まず最初に配列を読んでつなげて、あとには、例えばグリーンワーとかアグセスで、まあ、ORF 予測して、その ORF 予測された、配列を投げてください。でクエリネームというのは、識別子なので、まあ、ユーザーが好きにつけてください。でイメールアドレスは、生産終了を知らせるためのものです。でこのジーンズデータセットというところは、ブラスト検査をかける、ケグ側の生物種のことで、取り扱い配列の禁煙種を追加しておけば、まあ、精度が、上がります。まあ、ここまで先ほどのように、ケグオーガニズムコード、あ、じゃあ生物種コードで書かれているんですけども、まあ、当然知らないと思うので、このオーガニズムリストというところを、まあ、クリックしていただけると、ポップアップウィンドウが開きますので、そこで選択できます。で青い文字の、生物が選択されている生物で、ボタンをクリックすることで、この選択、非選択の切り替えができます。でそれは自動的にここに反映されますので、最終的にここに、このテキストボックスに入っている生物種のコードが、選択されている生物になります。で、生物種の、制限というのは今のところ40生物種までで、これは、計算機の問題なんですけども、もしもっとたくさんの生物種に対して、かけたいという場合は、まあ、コマンドラインになりますけども、スタンダードのものが用意されていますので、そちらを使うことができます。で最後に、コンピュートというところをクリックしてもらうと、まあ、計算が始まります。あれ、ここで使える、ここで入れられる、配列数にはもちろん制限があるんですけども、ちょっと正確な配列数の制限というのはすごい思い出せないんですけど、大体哺乳類の、ゲノム遺伝子と、まあ、ここで、選択できる最大40生物種の、そのくらいのデータだったら、問題はあります。問題なく計算できます。でゲノムが4倍と8倍とかになる、遺伝子が多い植物とかになってくると、まあ、もしかしたら、制限にかかるかもしれないので、まあ、そういう場合と精度が少し落ちるかもしれないですけど、このジーンズ側のデータを少し減らしてやると、通る場合があります。あとメタゲノムなどの、この双方向ベストヒットを使わなくていい場合、片方向のベストヒットモードの場合には、トリアルサイズの方を分化して投げていただけると、まあ、カースは通ります。でカースの計算時間はちょっと多少かかるので、今日は実際に動かしませんけども、サーバーの込み具合にありますけども、バクテリアゲノムをクエリとしなげた場合は、大体、数十分ぐらいで計算が終わります。で、深刻生物の場合は、例えば人だと、まあ、数時間かかります。で、これが、カースから得られる結果なんですけども、カースの計算結果は、配列名と KO の対応表がまずあります。で、この KO を介して、ブラウザ上でこのケグパスウェイやケグパスウェイでの問い合わせ配列が持っているネットワークの再構築をしたり、あとはケグブライトっていう、まあ、後で説明しますけど、階層分類などのシステム情報のデータベースが利用可能になっています。実際のちょっと今日はできないんで、実際の私は測定結果なんですけども、これが、その計算結果の結果のページで、ここに状態が書かれています。でテキストっていうところをクリックしていただけると、このクリックするとこのように、対応表が得られます。でこの何もついてないところは、もう今回は、機能アンデーションができなかったということになります。でこの HTMLというところを押してもらえると、グラフィカルな、結果に移ります。でこれは、まずパスウェイマッピングでここにバーッと並んでますけど、
それが、パスウェイへのリンクになっていて、例えばこれを押すと、今回、カースに投げた、配列が持っているネットワークというのが表示されます。あと、ブライトヒエラルキーというのは後で説明しますけれども、まあ、このように、階層構造になった、知識の機能分類で、まあ、今回問い合わせた、配列はこういう傾向がついて、こういう、機能アンテーションがされていると。それはこういう、まあ、これは EC ですけど、こういう階層構造になって、階層構造でその結果を見えるというのが、あとは、カカスでは内部ではプラスを使ってるんですけど、デフォルトでは、スレッショルドはスコアで決まっていて、まあ、6G を使ってるんですけど、もっと、厳しくつけたいという場合は、この厳しくつけたいとか緩くつけたいという呼ばれる場合は、ここを変えて、コピーをしまえば、また、計算を行います。ダウンロードからは、この配列と K4 のリストや、あとは、パスウェイマップですね。マップの数を全部作って、まあ、ダウンロードすることができます。ここそ時間をかけて、まあ、こういう感じです。で、このカーソルの結果は、ユーザーが、クリックして消すこともできますし、消さなくても、サーバー側で1週間後には自動的に消えます。で、このシステム情報というのが出てきたので、次はこのシステム情報についてお話しします。で、システム情報の一体一つは分子の相互作用ネットワークとなっています。先ほどの、ページの一番下の、このテイク2というところをクリックしてください。一番下に大体メニューがある場合が多いので、ケーク2というところをクリックすると、ケークの愚痴のページに戻ります。では次のパスウェイに説明したいと思います。パスウェイをちょっとクリックしてみてください。遺伝子や化合物分子の相互作用ネットワークといっても様々で、ケークではこのパスウェイというのはこの7つのサブカテゴリーに分類しています。で、1つ目は、この代謝系ですね。中でさらに12個の、サブカテゴリーに分かれていて、まあ、中間代謝とか、二次代謝、あとは薬の生体内での代謝など、代謝のネットワークになっています。で、ウェブの、2から5っていうのは、このスライドでは、合わせて制御系としていますけども、全部20カテゴリーあって、まあ、遺伝子制御や、環境シグナル、細胞プロセス、生体システムなどの、まあ、制御ネットワークが、書かれています。で、次は人の疾患のパスウェイで、まあ、がんや免疫変性、神経性疾患とか、まあ、代謝疾患とか、まあ、そういうものの、ネットワークパスウェイが、登録されています。最後は、薬の開発の歴史を示した図示したマップになっています。で、まずは代謝系を見ていきたいと思います。で、このカーボハイドレートをクリックしてみてください。移動しますので、このクリコリシスをクリックしてみてください。で、マップが表示されると思いますけども、このマップは、代謝系のマップの例で、回答系のネットワークが示されています。で、マップの画像の、丸や四角がありますけども、丸で示されているオブジェクトが、化合物で、四角いオブジェクトっていうのは、酵素や遺伝子の反応や KO を示しています。で、この丸に、マウスポイントを重ねると、化合物が表示されます。で、またクリックすると、化合物のエントリーに移ります。で、四角をクリックすると、紐付けられている、KO とかエンザイムとかリアクションのエントリーに移動します。で、この図の矢印には、まあ、いろんな、意味があって、この右側のこのヘルプをクリックしてもらえば、その、矢印の説明が出てきますけども、
まあ、この代謝系は主にこの視覚と丸と角がこのように並んでいる、まあ、反応、交差反応を示した矢印になっていますけれども、まあ、制御系のマップとかにはリン酸化とか脱リン酸化とか予備型化とか、まあ、あと活性化とか、抑制など、まあ、そういう制御を意味する矢印なども出てきます。で、上に並んでいるのが、メニューです。パーセンのメニューで、まあ、それぞれクリックしてもらえれば分かると思うので良いんですけども、一番最初のパーセンメニューというのは、プライト形式の回線分類が表示されます。まあ、ケーキプライトについては、まあ、後でまた話しますけども、この基本的にこういう階層的になっていて、まあ、こういう階層分類のテキストがたくさん集まったデータベースというのは、このケーキブライトになります。でオーガニズムメニューというのは、隣のオーガニズムメニューが、まあ、同じように、同じような、階層形式の、系統樹は階層的に、表されている。このマップを持っている、生物種のリストが同じようにブライトの形式で表されます。その隣の、ケーキパスパスエントリーというのが、このケーキのエントリーの形になってで表示されるエントリーのページです。でその隣の、ファイド、まあ、ショーとかハイドとかの、ディスクリプションというのは この部分を、まあ、説明の表示に使います。で、一番最後の、このユーザーデータ、マッピングというのは、このマップに、色をつけることができるんですけども、まあ、クリックしてもらうとこんな感じで出てくると思いますけども、まあ、これキーワード検索じゃなくてエントリー名とか遺伝子名での検索なので、もしこんな感じで、エントリー名とか入れることができる場合には、色がつけることができます。まあとで、計画全体に同じことができるようなページがあるのでこちらで説明しますけど、あと今これだけ入れると思うとデフォルトで赤の色がつくと思いますけども、他にもいろんな色をつけることができます。でこの説明文の中にこの M っていうのがあるんですけども、これはモジュール、ケークモジュールデータベースへのリンクで、このパスウェイに含まれている、さらに小さい機能単位モジュールへのエントリーにつながっています。でこうクリックしていただけるとこの似た性モジュールのエントリーに飛びます。でパスウェイモジュールは、この M 番号で、M 番号ラインがついています。まあ、でこれはパスウェイよりもっと小さい、理解しやすいような機能単位を抜き出したもので、この例は、このグルコースから、グルピン酸に分解する経路です。でこの機能単位というのは、生物習慣でどの程度保存されているかとか、あとはタンパク質が複合体を形成しているかとか、あとは、遺伝子がゲノム上で並んでいたりオベールになっていたりというそういう、ことなどを考慮して手作業で一つずつ求めています。で、デフィニッションのところにあるように、この、モジュールっていうのは、基本の組み合わせで表現されていて、このそれぞれこれがスペースで区切られている部分がこの一つの反応を担ってことになります。でこのコンマで区切られているところは、オーバーを意味していて、どちらかがあればいいという意味で、この例にはちょっとないんですけども、この後プラスで区切られている形容があります。その場合はアンドで両方の形容がないとこの反応が進まないということになります。でこのパスウェイっていうところのでさっきのパスウェイに戻りちょっとクリックしていただけると、先ほどのパスウェイに、このように今のモジュールの部分の色がつくようになっています。次にこのプログラムメニューの説明に入りますけども、ここをクリックしていただけると、このようにプログラムメニューがガーッと表示されていきます。今までのパスウェイマップでは、四角い箱っていうのは KO とか EC とか反応とか、まあ、混ざったエントリーにリンクしてあるんですけども、ここでマップの種類を選びます。リファレンスパスウェイの KO というやつは KO だけにリンクしているマップ、まあ、EC は EC 番号だけにリンクしているマップで、リアクションはリアクション反応だけにリンクしているマップです。
でその下のこれが、生物種各生物種にの遺伝子にリンクしているような部分になります。で例えば人をヒューマンを選んで、まあ、GO をクリックしていただけると今度は緑色に色がついた四角の、四角に緑の色がついたマップが表示されます。でこの緑のところが、人の遺伝子、人の持っている遺伝子というものになります。でただ今、生物種が2900種ぐらいいるので、このプルダウンメニューから生物種一つを探すのが大変なので、まあ、そんな時は、このアルファベットで相当したり、あとは一つ上のこのセット、なんだこれ、まあ、その一つ目の、まあ、ここをクリックしていただけると、こんなウィンドウがポップアップされますので、まあ、ここで生物種を絞ったり、あとカテゴリーを入れて、生物種絞ることで、まあ、見つけやすくなります。このスライドは、どのように、生物種ごとのパスが作れるかということの説明で、例えば人には、ある反応を担う数が、あるという文献情報からまずリファレンスパスへというのが作られます。でその時に、リファレンスパスへにはの四角いオブジェクトには基本的には、オーソログループ、この KO というのが、紐付けされています。でその KO に、この文献にあった人の遺伝子が、まあ、登録される形になります。でその次に、このオーソログループに、まあ、この生物種の、遺伝子もこう登録していくことで最終的に、各生物種のパスウェイがこのリファレンスパスウェイと KO を、経由して作られています。でパスウェイのトップページに戻って、今度はこのグローバルオーバービューっていうのをクリックしていきます。で次はこのメタボリックパスウェイっていうのを少し重いんですけどクリックしてみてください。でこんなのが表示されると思います。これは結局ではグローバルマップと呼んでるんですけども、中間代謝マップのネットワークの、まあ、小さな一つずつのネットワークを、1枚につなげたものです。表示されてますか、ね、大丈夫ですか、ね、でさっきと同じようにこのプルダウンメニューから人を選べば、人の持っているネットワーク図が増えます。でこの灰色のところが、人が持っていない対象ネットワークになります。この左のチェックボックスは、ケグモジュールの、チェックボックスで、チェックボックスをチェックしていただければ分かると思うんですけども、まあ、チェックすると、まあ、そのモジュールがある部分が、表示されます。でこのチェックスを入れたり外したりすることで、まあ、人が持っていたり持っているか持っていないかっていうのも見ることができます。パスウェイのトップページに戻ってもらって、制御系は大体、同じもので飛ばして、疾患ですね、ヒューマンディジーズっていうのをクリックしてみてください。で、次はこの大腸がんをクリックしてみてください。まあ、これも先ほどと似たようなマップですけども、これは代謝系じゃないので、この遺伝子制御の遺伝子が連なったマップになっています。で、疾患の、マップでは、たまにこういう垂れ地方向に、まあ、病気の疾患の進行度、横地方向に、各段階での、細胞内のに起こるシグナル伝達の流れが示されたりしています。またさっきと違って食の中に赤文字で示されている遺伝子というのがあるんですけども、この遺伝子が、がんこの場合は、がんなので、まあ、がん化の原因になっていることが示しています。またこのプルダウンメニューから、今度はこのホモサピエンスプラスディジーズドラッグというのをクリックしてみてください。選択して GO を押してみてください。
でそうすると、今度はマップが3色に塗り分けられていて、で 緑のやつは同じ、先と変わらないんですけど、このピンクと青の部分が出てきていて、ピンクは、疾患遺伝子を示していて、まあ、ミューテーションやデリションによって、まあ、このネットワークに変異が起こるということを示しています。で青色の、遺伝子は、薬のターゲットとなる遺伝子を示しています。で最後に、薬の開発のマップもちょっとだけ、まあ、これは見るだけでいいですけども、ドラッグ一つ、これは、ドラッグの一つで、ペニシリン系の抗生物質の開発の歴史を示しています。でこの左上にあるのが、菌類から得られた、まあ、天然のペニシリンで、まあ、体積菌ができてから、まあ、その筋肉新たなペニシリンを開発してっていうような開発の流れがこのマップになっています。そういうのをまとめたパスウェイマップも作っています。でパスウェイマップでもさっきのケグパスウェイのデータベースでも、まあ、キーワード検索ができて、まあ、使い方はさっきと遺伝子の検索と同じです。でパスウェイではもう一つパスウェイマッピングといって、パスウェイの中のオブジェクトを指定して、まあ、色を塗ることができるようになっています。で複数のオブジェクトに、まあ、自由に色を塗ることが可能です。でこのサーチ&カラーパスウェイというのをクリックしてもらうと、このようなページに開きます。でこれはフェイクパスウェイデータベースの中から、あるエントリーを探してきて、自由に色をつけるっていうものなんですけども、例えばここの、例をここに入れてコピー&ペーストしてみてください。そしてこのエグゼックをしてもらうと、ここにコピー&ペーストしてもらえばいいですか。でこのように、ケーブルデータの中から今入れた、このK 番号、C 番号がある、マップがリストされて、例えばこのさっき選んだグリコリシスを、クリックしてもらえれば、まあ、さっきとは違った色がついた、今指定した、まあ、レッド、ピンク、じゃあレッド、ブルー、ピンクという色がついた、マップが、マップを得ることができます。で入力形式は、ID スペース背景色コンマ文字色の順番であって、色は、ウェブカラーが使用ので、まあ、例えばこういう16進数の、色も使います。で ID は、KID の他には、遺伝子の場合は遺伝子の場合で、そのサーチ&カラーパスウェイの場合は他にも、NCBI ジン ID とか NVCBI ジン ID とかユニプロットの ID も、使います。例えばこの NCBI ジン ID の474487というのを使う場合はこのように入れてみてください。でこの474487っていうのは、犬の遺伝子なので、対象検索対象を犬のここ検索対象を入れる場所なんですけど、KO ではなくて、犬を示す生物子コードの CFA というのを入れなきゃダメなんですけども、生物子コードは覚えてなくても、先ほどのように、まあ、このフォログを押してもらえれば、先ほどと同じような、まあ、生物子コードを検索するポップアップウィンドウが表示されるので、そこで選んで、まあ、入れてもらえばいいと思います。今このように、NCBI ID でも、まあ、色をつけることができるということになります。良ければ、次に行って、まあ、ケグのロゴをクリックして目次のページに戻ってみてください。でもう一つ、パスウェイマップする方法があって、このケグゲノムというところをクリックしてください。
開いたページの下の方に、このケグマッピング、フォーゲノムコンパリゾン、コンビネーションというのがあります。先ほどの、色の、パスマッピングは、まあ、自分の、まあ、好きな場所に、まあ、好きな色を塗るというそういうツールでしたけども、これは、生物種を比較するというための、マッピング方法で、まあ、いろいろありますけども、まあ、人と、まあ、腸内細胞とか、まあ、腸内細菌の一種である一つである大腸菌とか人と、腸内細菌メタゲノム層というそういうのを一緒に表示される一緒に表示してこう比べることができます。で例えばこの、この共生関係の2番目のこれ、API と BUC ですけどこれはアブラムシとその腸内細菌のブフネラの、共生細菌であるブフネラの組み合わせですけどもここからこの2つの生物種の合わせた情報にリンクが貼られていてでこのパーセンマップというのをクリックすると、まあその2つの生物種によってマッピングした個性が出ます。で、まあ、ちょうどいいのがこのアミノ酸合成のバリン、ロイシン、ソロイシンの整合成形なんですけども例えばこれをクリックするとこのように2つの生物種によって色分けされた、パセンアップが表示されます。この緑がアブラムシで、ピンクがブフネラの遺伝子で、どちらか一方の生物種だけではこのバリン、バリン、ロイシン、ソロイシンというのは、合成されないんですけども、この両方の生物が共生して育てることで、まあ、遺伝子が共生されていてこのアミノ酸合成 が行っているということが分かるっていう、まあ、そういうこのような、そんなゲノム機構での塗り分けもできます。ただ今はこれは系群に登録されている、生物種ゲノムや、メタゲノムサンプル間での表示になります。比較になります。で次に、また系群のトップ目次のページに戻っていただいて、次は、システム情報のデータベースとケグブライトについてちょっとだけ解説したと思います。ケグブライトっていうのは何かっていうと、まあ、さっきからちょっと言ってるんですけど、まあ、遺伝子とかアウゴスとかの、分類体系です。でまずパスウェイにある遺伝子は、まあ、先ほどおっしゃったように、まあ、中間代謝の、まあ、炭水化物代謝の、解凍系の遺伝子といったような、あとパスウェイの階層で、まあ、分類されていると言えます。で他にもパスウェイに乗らないような遺伝子っていうのもたくさんあるのでそれらの遺伝子とかもさまざまな視点からまたは遺伝子じゃなくてカウオスとか、まあ、ドラッグとかそういう病気とかそういういろんな、物事に対してさまざまな知識視点や知識から階層的に、分類していったデータベースというのがこのケグブライトです。このケグブライトというところを、クリックしていただけると、まあ、ケグブライトのページに行くんですけどもページを下にスクロールしていくと、今、ケグに取られているケグブライトの階層分類のリストが表示されます。で、今はこれだけ、5つの分野からなる100種以上の、階層分類が文献情報元に、作成されています。まあ、1つ目のパセアンドロジーというのはパセデータベースや、このブライト自身のデータベースの一覧の、階層分類です。ジーンズ&プロテインズというのは、遺伝子やタンパク質の機能ネットワークの分類 で新しいオフショグループ KO というのは、KO パスウェイに、新しいネットワークを追加するとき以外にもパスウェイに新しいネットワークを追加するときにその KO というのが先ほど示したように作られるんですけどもそれ以外にもこの分野に、このブライトを追加するときにも、KO というのはどんどん増えていきます。で3つ目はドラッグ&ディジーズで、まあ、薬や疾患の分類になります。で4つ目が、コンパウンド&リアクションズで、ハウズの機能による分類や、酵素反応の種類による分類などが、あります。で最後はオーガニズム&セルズで、まあ、生物の系統分類とかあと細胞の器官とか細胞の、分類になります。まあ、全部階層分類なので、見ていただければいいと思います。でまた、ブライトデータベースでも先ほどのパスウェイデータベースと同様に、まあ、キーワード検索とか、まあ、ブライトへの、マッピングというのが可能になります。
まあ、これも使い方はアセと同じなので、まあ、説明は省きます。で次に、ケミカル情報ですけども、またケイクの目次のページに戻ってもらって、ケミカル情報は、ケイクにおける、このケイクリガンドをちょっとクリックしてください。ケミカル情報は、ケイクにおける、性格的な情報を集めたもので、6つのデータベースからサブカトリーになっています。でケイクコンパウンドは、中間代謝産物や二次代謝産物の化合物のデータベースです。でケイクグリカンは糖酸の情報を集めたデータベース。でケイクリアクションというのは、まあその名の通り性化学反応のデータベースです。でケイクアレペアというのは、反応というのは、まあ、複数の基質から複数の、生成物を、生成するような、配合が多いんですけども、その、基質と生成物のペアの組み合わせで見た、構造の変化を集めたデータベースになっています。でケイクアレクラスというのは、構造変化をパターンとして分類したデータベースです。ケイクエンザイムというのは酵素番号のデータベースになっています。まずコンパウンドから見ていくんですけども、ページを下にスクロールしていただくと、まあ、同じように、ここでも、検索フォームがあります。でサーチコンパウンドのところで、プレランダムメニューを引き出すと、コンパウンドの場合は、ID とか名前とかキーワードの他には組成式とか、質量からも、まあ、検索できます。今回は例えば名前を選んで、例がそのまま表示されたと思うので、そのまま5をクリックしてもらうと、そのキーワードで引っかかってきた、そのキーワードが名前にある引っかかってきた遺伝子、化合物が表示されます。例えばこの間接した、C 番号をクリックしていただけると、まあ、これが、ケグコンパウンドの、エントリーの例になります。ケグコンパウンドは、C 番号の ID で、ID が振られていて、化合物の名前とか、組成式とか、分子量とか、構造などの情報が書かれています。ケグで扱っている情報というのは、この図に示されている二次元情報で、立体構造は含んでいません。でただ、立体異性が分かっている場合には、RS 表記で、その立体異性の情報を持っています。で構造のところにいくつかボタンがあると思いますけども、まあ、モルファイルは、一般的な MDL モルファイルのフォーマットで、化合物の記述がされています。その隣の後の KCF ファイルというのをちょっとクリックしてみてください。でこの KCF ファイルというのが、KCF フォーマットというのが研究で使われている、化合物とかの化合物を表す、表記フォーマットです。独自のフォーマットです。でこのモルファイルとモルフォーマットと何が違うのかというと、これ上が KCF で下がモルファイルですけど、まあ、大体似てるんですけども、まあ、座標と、まあ、アトムの情報とそのボンドの情報というのは、まあ、同じなんですけども、ここに、元素の記述 と、それと 元素の後ろにこの付加情報、まあ、数字とか ABC とかそういうのがついている、こういう情報が入っているんですけども、これをケグではケグアトムタイプと呼んでいて、でこれは、原子の周辺情報を考慮して代謝化合物に多い炭素と窒素と酸素と硫黄とリンとあとハロゲンの元素などを68個のタイプに分類したものです。で何が嬉しいかというと、これは、例としては左の2つは、この C は、まあ、本当に周辺情報、隣の情報しかない場合は、情報だけ見る場合は、まあ、C の隣に、腕が同じ形になっているんですけど、まあ、実際にはもう少し周辺情報を大きく拾ってみると、まあ、こっちは、方向感だし、こっちは鎖だしということで、まあ、違うということで、そういう違いを、表記したのが結果とのタイプになります。またこっちの場合は、カルボキシル系ですけども、まあ、この O とこの O も、まあ、表記は違いますけど、でも実際には同じものだということで、まあ、同じような表記になると
まあ、これをすることによってこういう、原稿アトムタイプを使うことによって、まあ、比較が、このアトムベースで比較がしやすくなるというのが、メリットになります。で戻って、これは、コンパウンドのエントリーですけど、このリマーク行というところに、このキー番号がある場合は、このケグコンパウンドはこのケグドラッグデータベース、薬の、薬剤のデータベースにも同じ化合物が薬剤として同期されています。でこのドラッグエントリーでは、まあ、同じの基本的には同じなんですけど、この薬剤カステイというのが、追加され情報が追加されています。でこのリアクション行には、この化合物がかかっている反応のリストがあります。でこの一つの R 番号01353というのをクリックしてみてください。でこれでリアクションのエントリーに飛びます。リアクションは R 番号の ID が振られています。であと反応名や、反応式、化合物名での反応式とか、コンパウンド名、コンパウンド ID での、反応式とか、あと図での反応式とかが表記されています。あとは、あとは他のパセイとか R ペアとかの他のデータベースのようにかかっています。例えばこの、パステントの RN 番号をクリックすると、まあさっきのパステントマップで、まあ、どこの反応に当たるかっていうのが赤く表示されます。で次はこの R ペア行についてですけども、これは KEG で作っている KEG R ペアっていうデータベースへのリンクなんですけども、まあ、多くの反応では、反応の前後に、まあ、複数の化合物があると。でこれはコンピューター上ではこのマーだとちょっと扱いにくいということで、ケーグでは、この反応の前後の基質と生成物の組み合わせで、スライドのこのオレンジの化合物と紫の化合物というの一つのペアとして、まあ、青と緑、オレンジと緑というのを、まあ、ペアとして、データベースに登録しています。でこの、まあ、2×2 なんで4つなんですけど、この青と紫には、原子の一致が全くないので、この場合はペアにはなります。で、R ペアの一つのこの真ん中の RP01451 というのをクリックしてみてください。これが R ペアのエントリーになります。で、R ペアには RP 番号が振られていて、まあ、基質生成物のペアのアライメントが、このデータベースの主体です。でこのアライメントされている、この基質と生成物がアライメントされていることによって、まあ反応前後の原子の追跡というのが可能になります。でこの赤い原子というのがこの構造変化の、中心で、緑と黄色と合わされている部分がマッチしているんですね。こことここが、マッチする。でこの赤い原子に隣接するものだけが黄色になっています。で残ったこの青と黒というのがマッチしない部分です。で赤い原子に隣接するものだけこの青で示されていますけども、それぞれリアクションセンターの R アトム、ディファレンスの D アトム、マッチの M アトムというように KEG では名付けています。で一番下のこの KEG この小っていうところをクリックしてください。これは原子のアライメントと化合物がそれぞれ KCF 形式でと書かれています。これは化合物1で、こっちが化合物2で、それの結果アトムのでのアライメントがこの化合物1のこの C6A とこの C7A、 C1B と C1B というこういうマッチがアライメント情報が書かれています。これはこのパソコンでプログラム自分でなんかこのデータを読んでやりたい場合にはこういうデータを使います。ブラウザ上ではあまり使わないですね。でその次にこの R ペアを作ったんですけど、この今度はこの R ペアをさらに似ているもので分類しようとして作ったものがこの R クラスデータベースになります。で先ほど作ったこの先ほど定義した R アトム、D アトム、M アトムというものを使って、この3つの原子だけの変化をこの
RPA 全体の大まかな変化のパターンとして定義して、この RDN パターンというのを作っています。このケークアトムの書かれたこの勢いがっていうのが RDN パターンで、コロンで区切られた3つのフィールドになっていて、前から R アトムの変化、この O6A から O7A の変化で、次は D アトムの変化、何もないところにこの PHB がついたと。であとマッチアトムの情報が書かれています。でこの RDN パターンが完全一致するものっていうのを集めたのが、R クラスになります。でこの RC00043 をクリックしていただけると、これが R クラスの、エントリーの例になります。で、R クラスは、RC 番号を持っていて、デフィニッション名に先ほどのこの RDN パターンが書かれていて、この全く同じ RDN パターンを持っている、R ペアというのがここに記載されています。先ほどの、このヒスト法生成物のペアというのは、この全部のペアがこういう変化パターンを持っているということが分かります。そういうものを集めたのが、この R クラスデータベースです。あとは、それに関連するリアクションやエンザイムやパスウェイへのリンクがあります。でこれをこういうのが何が欲しいかというと、このような反応を、構造変化パターンの類性によって見せることで、新たな知見も得られています。これスライドは、現在開発が進んでいるデータベースの一例で、異なる化合物が、類似した反応によって、同じような反応の連続した反応によって対処されるという、こういうものを見せてきた、こういうものをまとめたいと、リアクションモジュールというものも今、ケークでは作成しています。次ですけども、ここはシムコンプというツールについての説明です。まずケークの個人に行って、このシムコンプとクリックしてみてください。で、配列の異性検索っていうのは、グラスとかパスで可能だっていうのは先ほど説明しましたように、これと同じように化合物の構造の異性も、ケークで検索が可能です。現在、ケークコンパウンドとトランクとリアクションのケークのデータベースの他に、あと植物の二次代謝データベース、産物のデータベースであるナップサックに対しても検索がかけられます。でこのオプションのグローバルサーチっていうのは、不連続なマッチも含めた全てのグラフマッチを行うモードで、ローカルが、連続した最大マッチだけを、マッチとして、検索するモードです。で例えばこの C00022 と、ここにありますので、これ入れてください。これはここに入れないとケークコンパウンドの ID ですけども、あと自分でモルファイルをアップロードしたり、ここにテキスト形式で入れたり、あとスマイルズでも検索できます。化合物を入れてコンピュータを指定やると、ケーグ、今ケーグから探したので、ケーグコンポーネである類似化合物がたくさん用意されます。スコア順に、リストされます。でこのスコアデフォルトでは、マッチした原子 と、マッチしない原子の、谷本係数になっています。このように、化合物の類似性検索ができます。構造類似性検索ができます。あと、この隣にシムコンプ2っていうのがあるんですけど、今のシムコンプの方は、ユーザーのデータ、もしくは、ケーブルのコンプデータと、こういうデータベースとの検索でしたが、シムコンプ2の方をクリックしてもらえば分かると思うんですけど、ホームが2つあると思うので、こちらに、そちらから、ユーザーの持っている化合物2つ、2つとか、叩いたで、類似性検索をすることができます。でサブコンプっていうのはまた役の隣にあると思うんですけども、サブコンプは、化合物の、部分構造検索です。シムコンプの方は類似構造検索なので、入力した構造をの完全にじゃなくて、どっかなくても
まあ、似ていったら光ってくるんですけども、サブコックの方は部分構造検索なので、その部分構造を完全に持っている、全て持っているような化合物が光ってきます。でこちらの方は、このフォームが1個しかないのでデータベースの出しは今はかけられません。サブコンプ2は今のところで予定がないですね。でちょっと早いんですけど、最後にしたけど、あとフィードバックっていうのは、ここにこうページの一番下とか、あとはこのトップページのメニューバーにあるんですけども、ここでやるフィードバックがいけるので、ケーブルやゲノムネットのに関する質問などが、やコメントなどありましたら、まあ、どんどんしていってください。まあ、ページが英語なせいで英語で質問する人が多いんですけど、まあ、日本人の方でも多いんですけど、まあ、日本語で全然大丈夫なので、どんどん質問してください。でちょっとまだ時間があるので、もう少しちょっと、時間調整のためのスライドですけども、あとゲノムネットには、まだまだあって、例えば LinkDB というのがここにあります。LinkDB というのは、ゲノムネットにはたくさんのケグのデータベースとか、他にも DB ゲノムに入っているいろんなデータベースとか、まあ、さらに、ゲノムネットに入っていない他のデータベースとか、まあ、そういうところと、まあ、いろいろとリンクを貼ってあります。でそのリンクを、抜き出して、まあ二項半径のトリプレットといって、ノードとノード と、その関係性という、テキストでベースの、リンクの情報が全てここからダウンロードすることができます。で、そのリンクのタイプは4つあって、オリジナルリンクというのはゲノムネットに入っているデータベースから、まあ、その他のデータベースのリンクです。リバースはその逆で、次のエクイバレントリンクというのは、オリジナルリンクの一部で、ケグのジーンズ遺伝子と、まあ、ユニプロト遺伝子とか、まあ、ケグのコンポンドと化合物とパブゲノムの化合物とか、まあ、完全一致する、一体して完全一致するものはこのエクイバレントで示されています。でインダイレクトはその一体してないものですね。で例えばこのジーンズというのをクリックしてみると、人事に触っているデータベースが全て表示されます。で次にこのユニプロットというのをクリックしてもらえると、この一番下のこのフォームにこのジーンズの、まあ、ジーンズの場合はあの生物種になってしまうんですけど、ジーンズからユニプロットのリンクをテキストでっていう、それをダウンロードできるっていうふうになっています。まあ、ジーンズからリンクでテキスト形式や、このタートルとか N トリプルとかいうのがあるんですけど、これは今、もう終わったかな、総合データベースで、測定した RDF 化っていう、まあ、コンピューター上で扱いやすくするためのものなので、まあ、プログラミングとかする人は、まあ、そちらの方も、まあ、使えますということです。まあ、しない方はこのテキストでもいいと思うんですけど、まあ、ダウンロードすると、ケグでの遺伝子の ID とユニプロトの ID が完全一致ですよっていう、そういうリストを得ることができます。なので、ケグの遺伝子 ID っていうのはケグで学習されているので、他の遺伝子とのコンバージョンというのも可能です。
他にもいろんな、関係性をリストで抽出ができます。まあ、そういうデータベースになっています。あとはまだ時間がありますか。まだあります。あと、OC ビューはというのがここにありますけども、これは、KEG では、オーソリングデータベース KO というオーソリングデータベースを、作っていますけども、あの KO というのは文献情報をもとにして、機能の分かっている遺伝子の分類を行っています。なので、機能の分からない遺伝子というのは、KO とかオーソリングループというのは、作っていないんですけども、そういう遺伝子はまだまだ多いですね。でそこで、全遺伝子の、配列類性をもとにして、クロスクラスタリングを行うことで、オーソリングループを推定するっていうことをやっています。現在、この KEG-OC、 そろそろ KEG-OC と呼んでるんですけど、 KEG-OC にはこれ8月のデータなので、今の2900よりは少し少ないんですけど、2700の生物種の約1000万の、遺伝子配列をクラスタリングして、オーソリングループを自動的に推定しています。この OC ビューアーからそしてここでは、エントリー遺伝子エントリーによる、検索や KO による、あとはキーワードによる検索が可能で、その他にはオメガ3配列からこのオーソリングループを検索することもできます。例えばこのコイルピルベートディフューマンゲルナーゼというキーワードで検索するとこのピルベートディフューマンゲルが引っかかってきた、もちろん入って含まれている、そういうキーワードが含まれているオーソリングクラスターというのが全て表示されて、このような、こういうグループ、KEG のすべての、KEG に入っているすべての1000万の遺伝子を、クラスタリングして、オーソリングループというのを作っていたら、こういうグループができましたというのが表示されます。で、この KEG-OC というのは、作り方が、階層的に、系統時の下から順番に、階層的にクラスタリングしていくので、その過程でできた、この階層的な、オーソリングループというのが、表示されます。あとはここに入っている、含まれている KO や、生物種の、頻度などが、表示されます。だいぶ時間が余ってしまったんですけど、何か質問とかここ聞きたいとかいうことありますでしょうか。もしくはもう一度説明してほしいとか、分かりにくかったとかいうのがありましたら。由来は、R アトムが、リアクションセンターの R で、D アトムは、ディファレンスの D で、M はマッチの M なんですけど、そうですね。D、構造変化の中心っていうのは決めるのは大変なんだけど、的には、ボンドが変わったっていうのが R アトムになっています。そうですね。その隣にあるマッチしてる部分が M アトムで、で、外れたそのボンド変わったボンドの逆側が、D になります
シムポンプで、シムポンプでいうとサブポンプっていうのがあったんですけど、はい、その、そのシムポンプでそのグローバルサーチとローカルサーチをやるっていうのと、そのサブポンプっていうのはまた違う。はい、ぐらいかな。ちょっといい例が不安なんですけど、例えば、このコンパウンドとこのコンパウンドを絡み中したときに、これはもうアライメント、これは完璧にこの部分とアライメントされちゃうんですけど、ただシムコンプは完全に、その理論的に一番正しいアライメントを出すわけじゃなくて、結構ヒューシスとか入るっていうので、たまにこんな違うことがあるんですけど、そういう場合に、グローバルの場合は例えばこっち側はここにアライメントされて、こっち側がこっちにアライメントされたりっていう、まあそれは間違ってるんですけど、もっと例えばここに真ん中に違う構造が入っている場合には、リンクがもう 2,3 本長いとかいう場合は、こっちとこっち、こっちとこっちっていうふうにそれぞれが、アライメントされて、その分かれてるけどそれ全てでスコアを出しているっていうのがグローバルです。でローカルの場合はその片方だけ、どっちか一番大きいアライメントだけを出しているのが、ローカルになります。で、それが、シムコンプのレスなんですけど、あとシムコンプここも NH がなくても、こっちはこの部分ですね、この部分を投げたときにここに、NH がなくても、一応似てるということで取ってくるんですよ。それが、類似しているという意味で取ってくるんですけど、サブコンプの場合はここに NH がないとこの部分コードがない、ここにはないので、それは光ってこないんです。部分コード、サブコンプは本当にこのコードを持っているカオフだけが光っているのがサブコンプになります。わかりますでしょうか。他にないでしょうか。なければちょっと早いですけど、thank you。